段取り悪尾の行き当たりパターンゾーン動画です。さあ、福島デスティネーションキャンペーンも、ついに終わってしまいましてですね、我々アドミ地帯はですね、若干抜け殻のような、日々を過ごしていたわけですけども、まあ、梅雨時にもなりましてね、あんまり、いい天気に恵まれてなかったので、まあ、いろいろあって、なかなか出かけられない日々も続くわけですが、さあ、いよいよ、福島デスティネーションキャンペーンも終わったので、あちこち行くぞと。ということで、Facebook ページの方もですね、タイトルを若干、変えまして、なんだっけ、勝手に、どこでもの、あちこちどこでも、なんだか、デスティネーションキャンペーンみたいな感じで、まあ、もともと、一箇所にこだわって生きている人ではないんで、はい、あちこち行くわけですけども、まずは近いとこからですね、行くしかないだろうと。ということで今日は山形に来てます。ん？ん？こういう感じなの？そうなんだね。何かというと、はい、これです。田んぼアート。米沢市の小野川温泉というところの片隅にあります。で、今年の絵柄はこうなっていると。これ、ケンシロウですね。ケンシロウです。ケンシロウ風の違う人です。誰かというと、米沢に、晩年ゆかりのある、人ということで、今年は、前田慶二さんが、書かれていると。ということで、来てみました。看板。乗り込んでみよう。なるほど。展望台ってね、これすごい、上に登るものかと思ったら、こういうウッドデッキになってるね。埼玉にね、埼玉も田んぼアートありましたけど、こういう眺望だとは気づかなかった。でも、この方が自然だからね。いいです。ちょっとアップにしてみよう。何ですか？ライブカメラも、やってたり、ライトアップも、されてたりってことで、これ夜ここくんのちょっと怖えな、でも。泊まってる人とか。ああ、そうだね。温泉に泊まってる人向きですかね。小野川温泉のルシオール？ん？ルシオール。ルシオールなどという日帰り温泉、施設に車を止めて歩いてすぐです。いい感じです。で、ここには、こう、説明が、書いてあって。確か、田植えしたのが、5月31日、私の誕生日だったような、なんかね、書いてあったような気がしますけどね。はい。こう載ってますね。もう、2006年からやってるね。宮山やったんだよ。宮山やったそうですね。はい。まあ、今年ね、NHK のドラマで、歌舞伎もの刑事というのがやったということもあるんでしょう。そして、もっとみやひろしさんでしたっけ、花の刑事ですか。の漫画デザインという感じで。これ写すぐらいなら本物写せるって話だよね。写したんですけどね。はい。こんな山の中で、こうやって。そうですね。いいですね。はい。おそらくあれですか。この秋になったら、もうちょっとこう稲穂が伸びて、色合いも変わったりするんでしょうかね。そうですね。我々も季節ごとに来れるんだろうか。はい。そういうことで、じゃあまた秋に来てみよう。ということで、米沢、小野川温泉、前田慶二の田んぼ跡現場から、段取り悪尾の行き当たりバタンゾンでした。じゃあ、おー。